どうも、タカオヌスです。原作シリーズも結構な数が実装されましたが、皆さんの中で誰が一番だと思いますか？個人的には原作レイムです。低コストでの周回火力、速度はもちろんのこと、能力、スキルでも他の追随を許さない非常に優秀なフェスゲンです。まずスキルの継続ターンです。命中、要攻、要望上昇と全て3ターン継続。能力も味方全体の要攻上昇、同種のバフのターンは長い方に上書きされるため、霊力上昇絵札を装備して連続2-3ブーストすれば味方全体の要攻を大きく上昇、えぐいことになります。さらに全体スペルカードは敵全体の回避ダウンと隙がないため、絵札周回のリプレイオート編成を構築しやすい、まさに現環境にジャストミートしているキャラでしょう。全体スペルカードは2ブーストで日属性3バレットになるほか、妖怪、妖精特攻と幅広く無属性の鋼弾も含むため、人形使いと狩猟使い絵札と相性が良いです。3ウェーブ周回でもモブキャラの妖精、玉刀、カッパ刀相対する機会も多いため、特攻を活かしやすいでしょう。単体スペルカードも強力です。妖気硬質弾に関係する味方全体の要望上昇やクリティカル防御ダウンは広範囲特攻弾の火力向上に役立ちます。進化を発揮するには3ブーストする必要はありますが、火力ソースとしても十分運用可能なレベルです。極めつけはラストワード。こちらも妖怪をはじめ広範囲特攻弾、使用タイミングを工夫すれば後続にも活かせるスペカ効果、特攻火力は凄まじく、星5コスト12であればホームの魔女絵札周回フルオート1ターン可能です。特性も幅広い対象からのダメージダウン、そして比較的発動率の高い結界増加、さらにパワー連携落ちで隙がないです。絵札周回に関しては追加でコスト12で正体不明の結界チーム絵札リプレイオート4ターン編成が可能です。せっかくなので実際にやってみます。絵札構成はこのような感じです。1ターン目グレイズ1、ブースト1、スキル1とスキル2を使用。貫突公務の魔女装備、全体スペルカード。2ターン目3ブースト、スキル3使用。霊力 1.50 以上上昇する霊力上昇絵札装備した単体スペルカード。3ターン目ブースト3、2ターン以上継続する要攻3段階上昇絵札を装備した単体スペルカード。4ターン目そのままラストワード、貫突人形使いと使用使いを装備しております。引き続き追加でコスト12、少女皮膚クラブ絵札リプレイオート4ターン編成をします。絵札のハードルはかなり高いです。1ターン目グレイズ2、ブースト1、スキル1を使用。貫突公務の魔女絵札装備、単体スペルカードを一番上の昨夜ハンター A に使用。2ターン目グレイズ1、ブースト3、スキル2とスキル3を使用。貫突人形使いと使用使い絵札を装備した全体スペルカード。3ターン目ブースト2、同じく貫突人形使いと使用使い絵札を装備した全体スペルカード。4ターン目貫突賢人介護装備ラストワード、どちらかといえばスペルカードの火力を高めたいので要攻プラス120の賢人介護をラストワードに採用しました。以上、参考になれば幸いです。